こんにちは。チタメディアスの森千秋とメディアスくんです。メディアスでは地域の人をもっともっと元気にしたいという思いからメディアスくん体操を制作しました。この番組では地域のイベントで行ったメディアスくん体操の模様をお届けします。今回のイベントはこちら。11月5日と6日に行われた東海秋祭り。会場では市内の商工業や農業などの魅力を紹介する催しが行われました。そしてステージでは東海市立横須賀公民館で活動するキャロットと東海市立高横須賀公民館で活動する金木犀の皆さんと一緒にメディアスくん体操を披露しました。Let's go.